MLB、ドジャース、ガーディアンズ、日本時間7日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は6日、日本時間7日、本拠地、ガーディアンズ戦に1番、指名打者で出場し、45号ソロを放ち、史上初となる45本塁打 &45 盗塁、45から45を達成した、キャッチしたのは横浜市在住の山田さん一家、父は、今は現実とは思えない、夢を見ているみたいと喜んだ。 実際の映像、大谷翔平の45号を奇跡のキャッチ、取った山田さん親子も笑顔。1点を追う6回1し、左腕ボイドが投じた88.8マイル、約143キロのシンカーを振り抜いた。バックスクリーン左へ豪快な45号、打球速度111.2マイル、約179キロ、飛距離413フィート。 約126メートル、角度38度の一撃だった。ここまで46頭類をマークし、史上初の45から4号を達成。メモリアルな一発をキャッチしたのは家族で観戦していた山田さん一家だった。バックスクリーン横のネットに着弾し、跳ねたボールを息子が掴んだ。父は以前米カリフォルニア州ロサンゼルスに在住しており、 ノモヒデオ氏がチームにいた頃からのドジャースファンだという。